スーパーノーマルは超常的なという意味ですね。ホラーゲームで超常現象なんて起こされた日にはもはや命はないも同然ですが、果たしてこのゲームの主人公はどうなってしまうのか、やっていきましょう。始める前に、機能を十分に活用した場合は、マイクが撮影を聞く。ああ、なるほどね。マイクを使うんですね。最後までクリアするために必須ではない。うん。必須ではないけど、マイクがあれば楽しめるというわけだ。OK。じゃあやっていきましょう。約2時間の旅ということで、経験を積みましょう。ヘッドホンとマイク、セット完了。行くぜ。まあなんか、青びっくり。そう、こんな感じっぽいですよ。街に持ってきたばかり。そこら中血だらけだった。早速血だらけの場所に放り込まれてる。娘が心配。彼女の情熱はピアノを弾くことで、まだ14歳。14歳の娘が動かせるかな。彼女に何が起こったのか、どこに向かって来るのか。坂本さん？これ坂本さん？まさかの日本人だった。全力でお嬢さん探しだし、だから主人公は、行方不明の娘さんを探しに来た人、ワイヤット。母親は数年前に亡くなった。彼女はこのアパートに一人でいることが多くなった。なるほど。坂本と暮らしているようですね。仕事の関係で出張が多く、なるほど。坂本さんはちょっと出張が多くてね、娘となかなか一緒にいれないわけだ。内気な子で、内向的な性格が不吉なことに巻き込まれ続けたのではないかと心配している、娘心配で、さっきから音がするんだけど。坂本、坂本はこれ元から坂本なんだ。日本語だからじゃなくて。情報が多ければ多いほど彼女に場所を突き止められる。最近一緒に過ごしたと思われる友人や知人、坂本さんどうですか。彼女には友達が少なかった。彼女の生活はピアノと音楽の勉強が中心だった、音楽に没頭していた。自分のキャリアに集中すぎていて最高の父親ではなかったと思う。坂本さんもあまりね、周りのことは見ていなかった。でも今はね、娘がいなくなって初めて愛に気づいた。あ、最善を尽くせ坂本さん。この捜査には欠かせない、どんな些細なことでも。捜査に役に立ちそうなことありますか、娘さんの何か行きそうなところとかね。坂本さん、英語達者ですね。必要な結婚にティーし、捜査に必要な資料も重要に使っている。娘を見つけ、彼女に何が起こったのか理解するためには、お金に留めつけない。何でもするくらいの勢いなんだな、坂本。坂本さん、ソフィアって、あれだっけ、なんか、娘の名前だっけ、奥さんの名前だっけ、どっちだっけ。落ち着いて辛抱してください。坂本さんが今、そっちに。注目していたけど、いくつか手配をしなければならないので、もう帰る。でも探すのは人任せなので、進展があれば報告してほしい。いや、一緒に探してもいいんだよ、坂本さん。お嬢さんを見つけるまで私は休みません。私も2時間ほど休みなしで、やる覚悟ですよ。思い出したり、連絡したいことがあれば連絡してほしい。坂本さんが実は何か企んでるとかないよな。ワイヤット、私はあなたの技術、能力を信頼している。娘をつけたらどんな犠牲を払ってもいい。ワイヤットは割と信用されている、坂本さんに。ベストを尽くします。お元気で。なんなら一緒についてきてくれてもいいんだよ。お腹出てますね。娘に好かれるためにも、腹回りを調整した方がいいかもしれませんよ。さて、まずは手がかりってところか。ここに。リモコン、テレビ。ここは坂本さんの家。なんか虫飛んでるけど大丈夫これ。こんなことが現代の家の中であっていいのか。このパソコンは娘さんのか。今はまだ照明のオフは、はい、照明をつけなければいけない。確かに暗い部屋で、あ、雷。暗い部屋でパソコンをやるのは、あ、消えちゃった。あんまり目によろしくない。そこついて、まだつけられる照明が、照明が結構数が多い。ん？はい。まあ今はまだって言ってたしな。とにかく照明をつけたり、部屋の中をうろうろする必要があるってわけか。いや、これ消すわけにはいかない。なんだ、今一瞬調べるマークが。あ、これか。カメラを動かして手がかりを見つける。調べるにはズームボタンを押し続ける。一つのビューポイントに複数のヒントが表示される。はーい。こうってこと？あ、違う。今の状態で、
カメラをアップに。占い棒のポインター。ああ。Right here. どういうこと？あ、これか。事件に新たに陰謀を加えることになる。あの、ウィジャ版でよく見るやつだね。あ、間違えた。これじゃない。これウィジャ版でよく見る。この瓶に立てかけられてる矢印ですね。やつと、てか見つけちゃいましたよ。そこに。血まみれのまな板があることにね、まみれというか、手形が、俺は14歳くらいの手の大きさか、暗い秘密が隠されている。うん、こんなマークの背後にある真実を見つけるもんね。そうだな。これ汚いね。前何日も洗ってない。これも結婚会。本当だ。よく見たら手形だった。急いで片付けようとしたら、ミートソースだけでなく、赤い血のソースもついてるってわけだ。ここはまだない。マッチがある。マッチを使用。最近誰かが来た。こんなところでね。行方不明者の居場所について何か情報を持ってくるのか。この家に坂本娘以外の何者かがいたってわけだな。しかもこんなね、近代的な台所でマッチを使う。一体何のために。ここは調べられる。これも汚いね。こっちにも血がついてそう。汚れた食器。虫は当然いる。厄介なパターンが浮かび上がっている。うん、あとは、まあ、台所はちょっと血が多いですね。血が多い。電気は消えちゃう。あと2階があるな。まあ、まだ1階を調べてからだぞ。血はあらゆるところにある。トイレにも洗面台にも両方調べられる。まずはトイレの力行くか。クローゼットボードに血、手の汚れ、逃走の証。いや、まだ分からんぞ。ちょっとあの大変なね、お尻から血がねかもしれないし、それはまだ分からないが、しかしこっちにもあるわけだ。近い。シンプル血の手形。しかも結構ベッタリ。これは偶然ではない。これ誰か怪我をした。うん。痕跡をたどり、この場所に何が起こったのかをまとめなければならない。坂本さんに教えなきゃいけないからね。坂本氏、ん？ここも何かして、あ、こんなところに血の、あ、関係ないか、同じか。そこにも血がついている。とにかく血だらけ。あとは、あ、マイクを入力できる。シフトを押したらマイクが入力できます。誰かいますか？割れていますね。これは調べられないのか？調べた方が良さそうだけど。ポインターは出ない。こっちは調べろということらしい。いや、ここを押して、これなんだ？紙が破れている。丸まった紙がいくつか押しているか、これには反応しない。扇があります。意外と、まあ、坂本さんだしな。日本趣味はある。鏡では調べられないか。そっちじゃないんだよな。これ以上向けない。鏡には興味なし。あれでもここ待って、ギシギシ言っています。なんだ、なんかすごいギシってるけど大丈夫これ。あれ、ここ調べられないのか。ああ、恥がないかのように捨てられた崩れた書類、うん、これは最後までが重要、うん、一見ね意味がなさそうなものでも秘密を解き明かすために必要というわけだ。じゃあこっちも、まあこれは同じか。これは同じ。まあこれは飾られてるだけだから特にないな。玄関はなし。そこの丸まりは反応なし。そろそろあれか、パソコン調べられるようになって。電話、これは開いているって言わない。受話器が取れているが特に反応なし。やっぱりこれもう一回調べられるんじゃない。まだか。戻らなきゃ。じゃあ2階ですか。ピアノも調べといた方がいい。娘さんがよくここに座っていたという。あ、待った、あったぞ。ここに血が、間違えた、血があります。だいたい虫が飛んでるとこはヒントかな。ピアノの壁の前に血まみれの手形、うん、ソフィアさんね。娘はソフィアちゃん。答えを求めているな。胸に迫るシーン。ソフィアさんの血かどうかはまだわからない。あ、こんなところにも鍵盤にも血がついている。ピアノを愛する環境の中に血まみれの手があった。
ソフィアに何が起こったのか考えると不安になる。答えを見つけるために手を抜かない。坂本ソフィアの謎を解かなければいけない。こっちはまあ関係ないよな、同じだと。あーっと違う。ソフィアがピアノの人が好きだった。ピアノの血まみれの手があった。背筋がゾッとする。彼女はこの壁の中で危険にさらされているのだろうか。それを確かめなければな。この家の中にいるのか。それはさすがに坂本さん気づく。このゲーム走れないのでシフトを押すと反応する。このドアは開かない。2階に行っちゃおうかな。暗いです。何の音だこれは。なんかヤバそうな音してるけど大丈夫かな。ここは開かない。あれ押せる。いや消せない方がいいですよ。そろそろなんか、なんだ、ただ何か。このスイッチは、この電源はどこ、これか。えい、よし。さて、この部屋は坂本さんの部屋か。娘の部屋って感じはしない。しないが、何かを食べた跡がある。なんだ、怖がらないでという。知っている。いや、怖いってそんな。ささやかれたら、どこに。何かにささやかれてる。誰だ。娘の声ではない気がする。タバコがたくさん。いや違う、薬か。これは大量の薬箱を発見。何かを服薬していた。彼女の精神状態に疑問を投げかけるものだ。これは坂本のか。これを精査し、その意味を理解する必要がある。坂本の薬か娘の薬か。でもここ坂本の部屋っぽいしな。あ、これは関係ない。娘がこういう感じの服を着ないとも言えないが、でもここは坂本ソフィアではない。いや坂本ソフィアも坂本だったわ。坂本父はあんな感じ、薬も服用していた可能性がある。ソフィアはまだわからん。こっちか。いや洗濯機が一機だけ。わわわわ、何かが選択されてるぞ。とりあえずこれだけ見ておこう。血痕、どこにでも血痕がついている。洗濯機に手形をつけて、悪臭を放つ服に囲まれて。なんだ、中から飛び出てくるね。ここから飛び、大丈夫。飛び出てくるなよ。ここはギャグっぽいけどね。ギャグ部屋、広い部屋、僕洗濯機、血痕。しかし2階はこれだけか。ギシギシ言っているけど、そろそろパソコン見れるんじゃない。扉開かないしね。扉を開くっていう行動は今はできなそうだし、鍵が必要なのか。ハロー、ソフィア、ソフィア。マイクに向かって語りかける。ソフィア、坂本ソフィアさんいませんか。てか絶対ここら辺の鏡とかは？いじらないで、怖いから。鏡とかね、この付けまだ調べてないな。ここら辺の電気どこよ。絶対あるでしょこの電気。食卓なんだから。これか、これのこっち側か、左側。えい、あ違う、これは両方こっちかい。じゃあどこ。ここのスイッチはこれか。お願いします。えい、よし。だがこの食卓は調べられない。そもそも4人分も食器を置く必要があったのか。ソフィアと坂本父、そしてあと2人、誰だ。ここは、ここ最初はあんまり見なかったけど、大して調べられるものはない。そろそろパソコンいけるんとちゃいます。2回も見たし。いやそこになんかある。パソコンの下に血のついたものがあるけど、まだ見れない。これは私は彼の個人的なものに触れるべきではありません。あ、そう、まだ個人情報には触れない。確実にヤバいと分かってからもう少し証拠を集めなければならない。まだ出ないね。でけえサボテンだなおい。なんか不穏な空気はそこはてかとなくしているんだけど、
決定打はないですね。決定打にはならない。扉を開けるためにどうすれば。こちらまだ見てないところがあるのか。これとかね。あ、ウィジャ版あるじゃん。これこっちを見なきゃいけなかったか。古い占い版、古くはないか。思いもよらぬミステリアスな方向へと転がりだした。その意味と行方不明者とのつながりの可能性を探る必要がある。娘がね、ウィジャ版を使っていた。これはレモン、青いレモン。う、絶対なんか後ろにいるよ今。ウィジャ版、あとはもう少しこう周りをね、周りを後ろから音がする。あと怪しそうなものといえばこれ。いや、そろそろ鏡映るんじゃない。何かダメ。ここにも紙はあるけど、紙は調べたしな。紙はそもそもどうやって調べたんだっけ。ここら辺に何か照準があったんだっけ。あ、ここか。でも別にもう調べられないし、そもそもこれ以上向けないしね。こうだし、あとどこよ。おっと、電話が来たぞ。電話どうやって出ればいいんだ。てか、どこの電話だ。歩き回ることが必要だったか。ホラーゲームにありがちな。いや、でもこれヒントの可能性もあるぞ。あ、どうだ、この部屋か。ここから聞こえる気がする。いや、電話って下にあったっけ。下の気がします。待ってください、私走れないんで。誰だ、電話をかけてきたのは。坂本さんですか。私坂本、てかそうだ、受話器取れたまま、受話器取れたままなんです。はい、坂本雅人さんは今答えられます。雅人だった名前。ボイスメールを残してください。しかも留守電日本語だった。雅人坂本だけ。マサト坂本、言っておけばよかったと反省してるんだが、捜査にとって重要なことを思い出した。なんだ、教えてくれ。マジでもっと早く言ってくれ。アパートのあちこちに防犯カメラを設置している、ノートパソコンから、あ、カメラの映像にアクセスできる。そこから見えるんだ。暗視機能があり、カメラを使用したい特定の部屋の照明が消えているときに最適に機能する。照明を消してこないといけないわけか。映像を確認する際は細部まで見逃さないように注意してください。マサト。ソフィア探しのお役に立てば幸いです。マサトは国際結婚か。どんな些細なことでも何か見つけたらすぐに知らせてほしい。うん、いや、家中血だらけだけど、すぐ店に返してくれることを期待している。いや、坂本も一緒にいようよ。ワイヤット、君の献身に感謝する。はい、唯一のオートセーブが起きたばかりだ。もう後戻りはできない。契約したことに向き合わなければならない。ここが最後のセーブってわけだ。ここから先は自分の選択、一挙手一投足が結果をもたらす、何らかの結果をもたらすわけだ。じゃあまずは、マサトの言った通り、坂本マサトの言った通り、わお、壁紙がそもそも不穏なんだよな。監視カメラ見るのか。前のボタンと次のボタンでカメラを切り替え、ナイトビジョンでボタンを、ナイトビジョンボタンどんなだっけ。ああ、待って、なんか操作説明があった気がするんで見ときますね。はい、見ておきました。 A と D で切り替え、 N でナイトビジョンモードにできるらしいですね。てか自分が見える、よく見たら。だからこれで、ああ、結構この部屋にすでに2個もついている。私の後ろ姿が見える。で、はい、キッチンね。で、まだキッチンも2つカメラがついている。どんだけ神経質なんだ坂本雅人。そんなんだからソフィアちゃん、おー、ソフィアちゃん、そんな格好だと風邪ひいちゃうよ。あ、アップにできない。てかこれどうすんだ、行くしかないよな。ソフィアちゃん血まみれ。いる。マサトの部屋にはいない。ここにもいない、ここにもいない。私、あ、戻った。もう一回ソフィアいる。これ行くしかない、行くしかない。終わるにはどうすんだっけ。こうか。はい、ちょっとメールだけ見とく。メールだけ盗み見しとく。あー、パスワードがいるわ。これは後ででも見れそうだな。一体ソフィアちゃんがどうしてあんな格好でうろついているのか。
っと大丈夫か、家庭環境に問題ありか。いやそれは最初にマサトからも言われてるけどね、お母さんがね亡くなっちゃってるからあれなんだけど、いたぞさソフィアちゃん。ソフィアちゃんちょっとまずちょっとで、ね、その汚れた服を洗って洗って、いない、いない、いない、殺される。ソフィアちゃん、こん中隠れんぼ、ここ決して暗視モードで見るとかそういう感じかな。あっと待って、銃があります。銃が、待って、銃がある、銃が。これはこれでソフィアに対抗するの、思いがけない光景。ソフィアが使っていたのか、それは重大な懸念がある。この銃は私は用心深く行方不明者の捜索の関連性を見極める必要がある。そうね、まだこの状況を見ただけで判断するのは即決が過ぎるというもの。この部屋消しとく。そう、なんか消さないと暗視モード使えないらしいからね。はっはっはっ、逃げろ逃げろ。暗視モード、あ、何、ちょっと勝手に動かないで。なんだっけこいつの名前、こいつの名前なんだっけ、ソフィアちゃん。あなたソフィアちゃんですか、一体何で遊んでいるの。赤い赤い赤いペンキが出る何者かで遊んで、いや今のところ動きが普通か、普通じゃない、普通じゃない動き、普通じゃない動きしてるソフィアちゃん。ちょっとソフィアちゃんやめて、そういう動きするとちょっと年頃の女の子がそんな動きしちゃいけない。ちょっと待って、血がいっぱい出てる。年頃の女の子が水の中以外でそういう動きをしちゃいけないよ。そう教わらなかったかな、お父さんに、マサトさんに。ちょっとマサト、教育がなってるぞ。ああ、まだ動けない。ソフィア、ソフィア、動ける、あ、動ける。音声認識解除された。コミュニケーションを試みることができるようになった。そう、なんかいくつかね、あの英語の英単語を認識するようなんですけど、どうだったかしら、あんまり覚えてない。あの、ハローくらい言ってくれ。ハロー、こんにちは。ハロー、ソフィア。坂本、ソフィア、ソフィア、坂本。ああ、消さない方がいいかな。てか全体的に消えてる。あ、壊れてる、大丈夫。あー、でも消した方がいいんだよな、きっとな。どうせ暗視モードで見なきゃいけない瞬間がありそうなんだよ。もう2回全部消すか、ここ以外。うわー、ソフィアちゃんが、ソフィアちゃんがちょっと人間がしちゃいけない動きをしていたので、どうしたもんかね、この後。でも何か謎を見つけなきゃいけない。もう一回ちょっと監視カメラで暗視モードも使ってね、いろいろ見なければいけない。頼むよソフィアちゃん、普通の女の子に戻ってくれ。ここは大丈夫。次こちら、私の背後に誰も立っていないよな。そういう場合もありそうだからな、こういうカメラにガン見してるときはありえますからね、この背後に立たれるのは。大丈夫。さあ、ここ暗視モード発動。ああ、よく見える、よく見えるが、ここの部屋にはいない。いやー、家全体暗くしなきゃダメかな次は。ああ、でも暗視モードはずっと暗視モードでいるんだね。もういない、もういないね。マサトの部屋っぽいところにはいない。あ、 You and じゃあ You find、 え、 You find、 え、エマ、エマいる、な、ちょっと訳していいですか。あ、いや、これあれか、MR とかじゃなくて E メールか、 You find E メールか、メールを見つけましたってことね。じゃあ、待って、いる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 、え、これ反応してんの、マイクに。ソフィア、おいでソフィア。あ、これやっぱ来ない方がいいかもしれない。ちょっとやめろ。 E メール見つけたらしいけど、でもサイン、いや、 You find、 なんか E メール、なんかメールを見るための何かを見つけなきゃいけないけど、ちょっとソフィアにこっち見られちゃったんですけど。はっ、ソフィアが反応していた。あ、ソフィア、 You can you なんとかみたいな聞いたらいいんだっけ。ちょっと単語を一つか二つくらい思い出した方がいいか、思い出してみるか。ちょっと待ってください。あ、メニュー画面にフレーズ書いてありましたね。 Can you help me とか、助けを求めることもできるの。まあ、 Can you help me とか、 Go away、 どっか行けとか、Where are you? うん、場所を聞くこともできる。Show yourself? 姿を見せるとかできるの？怖。Can you see me? じゃあまあ、Where are you? とか、Can you help me? Show yourself, go away あたりを覚えておけばいいですか？ Can you help me?
てか板の上だしな、板の上だしな、助けて。いやあんなになっちゃってるけど、待って、なんか声がする、本気出してきた。あんなんだけど、意外待って、なんか声がします。あー、ピアノ下だ。待て、ピアノ弾くな。どこだ、ピアノ弾いている、ピアノ弾いてるぞ、ソフィア、ソフィア、ピアノ弾きましたね。てかな、ずっとうめき声がしてるんだけど。あ、待って、近い、あまりにも近い。あ、いや、なんかこれいるのか。 Can you help? あー、何が起きたのですか。え、何、なんかついた、これ見なきゃダメ。ねえ、ソフィーヤちゃん、ソフィーヤちゃん、そういうことしちゃダメ、ソフィーヤちゃん。